タレントの元冬樹さんがね、昔住んでたマンションなんですけどね。金蔵君、今度遊びおいでよ。うちのマンションね、上から見てると面白いよって言うんですよ。で、何？って話聞くとね、夜中のある時間になると、急にね、車がキーって、ブーって急発進する音とか、バタバタバタキーとかね、なんかそういうような音がするんで、最初はなんか暴走族かなんかがなんかやってんのかなと思ってたって言うんですよ。ほんで、ある時ね、その時間になってまたキーバーって音がするもんだから、こう、窓を開けてベランダからこう、下を見たってね。そうするとマンションの正面の玄関のところ見えるわけですよ。何の音なんだろうなと思って見てるとね、タクシーが向こうからバーッと来て、そのマンションの玄関のところで止まるって言うんですよ。あ、誰かこのマンションの住民が帰ってきたんだろうなと思ってこうやって見てると、ドアがパッと開いてバンと閉まって、バーッ急発進するって言うんですよ。あの音だ、あの音だ。ただ不思議なことにね、誰も降りてこないって言うんですよね。あれ？今の何だったんだろうな。そうかと思うとね、今度は空車って、ランプのついたね、タクシーが、向こうからガーって来てこう、止まるって言うんですよね、玄関のとこで。で、ドアが開いたかなと思うと、バンって閉まってガーって行っちゃうって言うんですよ。で、こうやって上から見ると、誰も乗ってないって言うんですよね。そんなことあんのかなと思ってね、僕もね、行ったんですよ、実際に。で、こうやってね、二人でこうやって、そろそろだよって、こうやって見てるとね、実車のマークをつけたタクシーがね、こう来るんです。ほら、来たろ来たろ、ここで止まるよ、見ててみな。こう、止まったんですよ。あ、本当だ。見ててみな。こう、ボタンバーって行っちゃうと。僕もこうやって見てたんですけどね、誰も降りてこないんですよ。元冬樹さんが言うにはですよ、何かがこのマンションから出て、このマンションの玄関でタクシーを止めて乗ってるんだろう。そして誰かがタクシーに乗ってこのマンションまで戻ってきて降りるんだろう。だから、ブルー、行けたんかとか、ブルー、こんにちはとかって音がするんじゃないかって言うんですけどね。タクシーの運転手さんが何を見たんでしょう。